じゃあこんにちは、よだかさん。はい。巨人がまたか。また言われる。また言われるよ、孫太さん。これは今日は私が本当に純粋にずっと聞きたかったことなので忖度ではないです。俺も忖度してるつもりはないよ。ないですよね。わざわざね、わざわざコメントくださってっていう。ふざけんなもの。ただもっとかけこの。そして拡散してほしいですね、逆にね。本当だよ。いや、だ今その12チームで唯一そのピッチャーの、はい、まあ、中4、中5日回しをしているのが、まあ、ここに来て巨人なんですよね、うん、これまあでもね、はい、各所でね、やっぱりやり始めてるよ。あ、もう他のチームとかもやってる、やってる。千賀もそうだしさ、はい、エース級と言われる人間は、うん、やっぱチームを救うために、はい、そういう中4とかも投げる時もあるし、はい、中5もあるし、ね、はい、うん、まあ、中6って言ったら普通だけど、まあ、そうですよね、うん、ただその巨人のチーム事情から言うと、その先発ピッチャーが1人足りてないっていう中での、じゃあ5人で、まあ、なんか原監督は今後その中5日っていうローテーションが確立すれば日本でもそれはありなんじゃないかとはコメントしてたんですけれども、今やっぱり先発が足りないという中でのこの回し方、あと中継ぎの打たれてしまう面々を見て、豊さん率直にどういう風に感じてますか？いや、力が足りないよね。先発も中継ぎもって、いや先発はね、そこそこ俺はいいと思うんだ、はい、で力もあるしね、うん、中継ぎ陣がやっぱり弱い、うん、やっぱこう9イニングをさ、どういう仕切りでやっていくかっていうのはやっぱある程度シミュレーションがあると思うんだよ、はい、まあ、例えば7回まで投げてくれて、あとの2イニングだったら、ね、この4人で大丈夫って思うけど、はい、例えば仮に5回途中かよって思ったら、ね、6回までかっていうと、この3イニングっていうのが野球が一番面白いところが詰まってるところだからね、はい、だからやっぱ7回まで投げてくれないと、7回まで投げられるだけの力は持ってんだよ、はい、菅野にしたって山口にしたって東郷高橋にしたってそうなんだよ、メルセデス、この5年前いたら十分だと思うんだよ、はい、本来そうですよね、7回まで投げてくれたらね、はい、日本はその組み立て組み立てってボールを揃えるなとか、もういろんなこと言うでしょ、はい、でもメジャーはとにかくどんな形あれ3球で追い込めって、うんうん、1ボール2ストライクにしようと、はい、球数が多すぎるよ日本はってことですよね、うんうん、押しドラ、はい、ドラッカーの本を読めっつうのもうちょっと、いやもう本当に面白いこと書いてるんだよ、はい、でこれ素人の考えっていうふうには手で書いてるんだけどさ、うん、ドラッカーで野球を見た時に100球しか投げちゃいけないのって、ピッチャーは、うんうん、100球で前後で交代するのって、うん、じゃあなんであんなにボール球を投げるのって理屈だよね、うん、いや本当そうですね、本当そうだよね、はい、じゃあなんで3球勝負がダメなんだって俺は思うんだよ、これだけ球種がたくさんあるのにさ、はい、俺がバッターとしたら3球勝負の方が嫌だったもん、1球遊んでくれることによって、あ、次こっちだなって予測がつくのに、はい、ポンポーンと圧倒して追い込まれたら、うわ3球で来られたら嫌だなと思うのに、うん、1球ボールにしてくれる、はい、ね、格好がつくんだよ、ちょっとやっぱね、屈辱的なのは3球三振っていうの、それも見逃しの三振、最後、はい、あ、次は空振りの三振って、はい、ね、あ、そうなんですか、そうよ、だから模試ドラで甲子園行くために、はい、っていう、まあ、あのドラッカーという本を、ね、題材にした、そのもしも私が野球部のマネージャーになって甲子園に行かす、うん、そのためにはどうしたらいいか、ボール球を投げない、はい、ね、そういうことなんだよ結局、その無駄な球数を増やさないってことになる、そうだから100球で変わるのにさ、ボール球投げれる暇あんのかいって、まあ、そうですね、そしたらもうどんどんストライク、いやだからどん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 勝負に行きゃいいと思うんだよ、はい、勝負に行った球をボール球で見逃されるんだったらこれ仕方ないよ、はい、完全に遊ぶの遊ぶ球、見せ球、うん、俺は必要ないと思うけどね、あ、このご時世で、はい、7回まで絶対100球で投げ切るんだって言ったらさ、ボール投げれないでしょ、いやそうですね、どん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 ストライクでもうアウト取って、うん、だからそれで負けるか、負けないですね、いや負けないっていうか、負ける、勝つも負けるも分からないでしょ、まあ、やってみなきゃ、はい、じゃないか、確かにそうですよね、じゃあやってみりゃいいじゃないかと思うんだよ、確かにそれをやってるのは見たことないですね、だから俺は3球勝負でいけ3球勝負でいけって思うんだけどさ、必ず外す、
うん、ありますね、うん、揃えて打たれたら罰金だとか、うん、なんでだよ責任持ってやってることに関して罰金なんか必要ないだろうってなんかな謎のそういうのがあるんですねやっぱりまだあるみたいなそれはね確かにねボールを散らされて駆け引きされるっていうことも嫌だよ、はい、でも打席の中であこれ圧倒して追い込めたって思えば、うん、俺はもう完全に3球勝負でいいと思うんだよ、うん、はいだからそこら辺が俺は頭だと思うんだよね、うんうんうん、こっちのスライダー見せといて最後にはインサイド行くように見せたけどここでフォークだよみたいなもうちまちまやってんなっつうのもうどんどんだってさ言うじゃないよく、はい、ど真ん中だって打ち損じるって、うんはいね、4割打者いたか今までいないだろ大体、ね、打つ人で3割5分だよ首位打者で今3割の人間が減っていて大体2割台のバッターじゃない、はい、そう2割台のバッターがさ3球勝負いって確実にじゃあ3球目は捉えますよって絶対ないから確かにそうですね言われてみるとだからねやっぱりね変えていかなきゃいけないんだよいろんなことを、うん、でも大事なところでやっぱ見せ球とかどうのこうのってあると思うよ、はい、でもさ先頭バッターでね来てはいこうやってこうやってこうやって全部が全部打てるわけじゃないからって、うんうんうんはい、それよりはどんと向かっていって圧倒していくようなピッチャーの方が嫌だよバッターとしてはってことそうですよねそうでもだから中4とか中5とか言ってるけども、うんはい、じゃあどういうふうに考えるかって同じことを中6でやってたとしても、はいね、じゃあ中6で、ね、120球130球投げるのかって言ったら投げないか投げなかったわけでしょそうです、はい、大体これあの中継でもさ、はい、次の球が100球ですみたいなそろそろ変えますかねこれが定番になっちゃってるからさあれいつからそうなってるんですかね、うん、定番のアナウンスに、ねはい、だからそうじゃなくてじゃあ100球で投げ変わらなきゃいけないんだったらいろんな発想を変えていかなきゃいけないよねそうですね、そこだけ一つを変えても結局うまくいかないってことですもんねそうそう配球であったりそういうのも変えていかなきゃいけないってことですもんね絶対そうだと思 う今巨人がその、まあ、先発ピッチャーが苦しいっていう中で中5日、中4日のローテになっている中でその先週山口投手が緊急降板というかあの登板回避しましたなんか肘でねはい、ということは今先発陣が4人に減っている中で、うん、井上投手がここで上がってきたんですけれどもこれ井上投手の使い方っていうのはどうなってくるんですかねまあ良ければボールに力あるピッチャーだからね、はい、まあどの場面で使うか分かんないけどやっぱ中継ぎがないのかな先発ではやっぱりもちろん厳しいっていうことですよねまあ第2先発っていう可能性もあるよね、うんはい、もうフル回転してもらうまあ、あの時の山口投手が投げられなかった時みたいなああいう、まあ、そうだねそれとか先発がこう崩れそうな時に、はい、もうすぐ井上っていう、うん、まあスタミナあるからさ、はい、先発やってただけにね、うんうん、だからまあそういう使い方だとか、はい、まあそういう重宝はできると思う、うん、あとはその山口投手がどのぐらいでまた先発にローテに入ってこれるのかっていう、うん、ちょっとわからないですけどこれ4人だったら1人やっぱり中継ぎを先発に持っていかないとまあ、畑だな持っていくとしたら先発は、うん、その代わりを井上にさせようって後ろのね、はい、させようっていう風な算段かもわからないけども、うん、ここまで働いてない井上をさ、はい、上げなきゃいけない苦しさだよねいやそうですね巨人がそのぐらい今やっぱりピッチャー陣本当に苦しいやっぱ苦しいと思うよ、うんうんまあま、もちろん優勝セ・リーグの優勝っていうのももちろん残してますしこれからもうクライマックスシリーズ日本シリーズってなっていくわけですけども、うん、巨人この20試合切っていてどうやってこの今のピッチャー陣でいやもうスクランブルだよ中3日でも行きたいぐらいだよもうこうなってだからなんで中4日で決めたのか分かんないんだけどさ、はい、まあそれは選手寿命に関わるとか、うん、まあいろんなことはあるよね、はいね、でも誰が中6日って決めたんだ、うん、誰が中5日じゃダメだ中4日はダメだって決めたんだろうって、うん、ちょっと不思議なんだよね、うん、中4日で回せる回復力のあるやつ、はい、そしたら中4でもいいと思うんだよ、うん、だからこうなんていうのかなみんなこうハンデをしたように各球団そうやってやってるけど、うん、いやうちは中4でずっと回すよって、うん、それでもいいと思うんだよはい、その代わり100球以上は投げさせないっていう、うんうん、そのために
100球でどこまでいけるか考えろって本人に。そうですよね、うん、だからそういう風なやり方でも俺はいいと思うんだけどさ、一層球団だけ違うことをやるとさ、そこで負けるとあいつはバカだとかさ、まあ、そういうこと言われるでしょ。その鎮災杯ではないですか、うん、そうなっちゃうんですよね、うん、だからそういう風潮はもうなくした方がいいよね、はい、なんかこれだから驚くことじゃないもん、うん、それはピッチャーがいなかったら中4、中5、うん、ここでもう回していくしかないし、はい、で当然こういう終盤になってくるといいピッチャーを前倒しして投げさすっていうのは普通の考え方だよね、はい、だからそれにいいとか悪いとかっていうよりも負けたら悪いし勝ったら成功だしさ、はいね、もうそこですよね結果っていう。俺はそこだと思う、うん、だから大騒ぎすることではないけどね。あ、そうなんだ、うん、だから選手が納得してやるんであればね。あ、そうですね最終的に、うん、あとはその中継ぎ陣がその先発陣から受け継いだ残りのイニングをどう守っていくかっていうことですよね。そうだね。だからまあここもうこういう終盤の戦いってやっぱ上位にいるチームは怖いからね。そうです。中継ぎ陣も普通には投げられないよ、うん、1球が命取りになるから。そうです。それで順位がもう変わっていっちゃいますね。変わるから本当に。まだここまでやっててマジックが両リーグ出てないんだよ。結構珍しいと。近年珍しいよ。そうですよね。パリーグロッテが50何年ぶりって言って、はい、であと1試合勝ったらマジックだって言ってて、うん、はい、今2位だからね。オリックスがまだ首位立ちましたから。そうなんですよ。そしてソフトバンクと楽天も今3位と4位、ちょっと離れたけどね、まあ、ソフトバンクはちょっと今置いてかれてる状態ですけれども、うん、でもねソフトバンク打てない打てないって言うけどね、はい、それはねこの前の宮城、うん、山本投げられたら打てないよ。他のチームも打てないよ。多分今日っていうか、はい、火曜日ね。そうですね。乗り物が投げると思うけど、はい、うん、厳しいと思うよ。そうなかなか打てないよ今。そうですよね。そう打てないんじゃない。ピッチャーがいいもん。そうです。打線が悪いとかそういうことじゃなくてってことですよね。ね、どのチームもね本当にもう厳しい戦い ね続きますけれども、はい、巨人もぜひちょっとピッチャー陣ねここを奮起して、まあ、そうだね、はい、もう本当にあの7割6割7割がピッチャーのね、ピッチャーが勝敗を握ってるから、はい、ね頑張ってほしいと思いますね。はい、はい。